も皆さん、ナスキーです。今日はですね、ヨメピーの生態に関する検査、検証、実験、観察。普段ね、当たり前やけど、その人が一人の時に何をしているのかっていうのはその人にしかわからないじゃないですか。だいたい嫁はね、家でこういうことしてるよっていうのは、俺と一緒にいてるから俺が観察できるわけで、俺が実際にこの家にいない時のヨメピーが何をしてるのかっていうのはわからないわけですよね。今回だからね、ヨメピーが一人の時に何をしているのかっていうのを隠し撮りしたいと思うんですよ。もしかしたらこれ事件が起きるかもしれへん。何が撮れるかわからへんからね。ヨメピーのね、一人の時にね、本当の素の姿っていうのに迫っていきたいと思います。さあ、というわけでですね、早速ですね、ヨメピーの1日を隠し撮りしたのでね、こちら VTR ができてございますので見ていきましょうか。VTR ができてございますのでもう自分でも本当何してたか全然覚えてない。何してたと思う？変なことしてたかもしれんで。やだ。いや、それはちゃんとカットしましょうそこは流さないではい、というわけでね、やって、相席食堂あるじゃないですか、千鳥の、ああいう感じで、なんかすっごい思いなかったらこう止めていく感じで、ちょっとマイキーって、そうやっていきましょうと。やだな。帰ってきましたね。帰ってきましたね。音がします。帰ってきてるわ。パンをどこに置くか迷ったやだもう。 ASMR 聞いてるみたいな、ね、水の音。まあ偉いね。するよ。見て。何これ？パン。これはなんかピザみたいなパン。パンをさ、皿に移し替える。普通にもうこのまま食べたいやん。移し替えて食べたかったんやん。ねえ、もうやだ。恥ずかしい。いや、するで、ちゃんとやるよ。まあ、そうね。やだもん。これは何食べたの？なんかね、ピザみたいなパン。ピザみたいなパン、うん、美味しかった。ちょっと待って。なんだ、いやどこを見てたこれ。遠くを見てたなんか海辺の、まあ、壁やん。天気だったしさ壁やんけ、おい。これ何、これ何一人でね、過ごすってのはこういうことだよ。まあ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 、再びパンだよね、うん、なんか私忙しくない？食べてるのに。え、何してんのこれ。わかんない、覚えてない。ノート。わかんない。このパンはうまいっていちいちこうメモしてんの？そうだったのかもしれない。羽織りましたね。ちょっと寒かったんでしょうね。めちゃめちゃ晴れてそうやけどな。もっと、もっと、もっと。ちょっと待って、ちょっと待って。え、何？食事中に一人の時、一個残ってるけど。これ何？じゃあパン、パン2つ買ってね。一個食べよう。まあちょっと休憩。パン食うてるとき休憩するんや。ちょっと小腹は満たされたかなみたいな。これは何やってんの？黒い画面を鏡代わりにしてるの。わかるわ。俺もたまにやる。同じことやるわ。あのだから画面さ、自動でつくやんか、ちょっと一回触れたらさ、うん、それ一回わざと消して、オフにして暗くしてわかるわかる、それは。あ、髪を結びたかったんだよ。あー、なるほど。ちょっと横残そうかなみたいなの多分やってた。はいはいはい、はい。
待て豆苗持ってきてる寂しいやつやな、こいつ今から豆苗に話しかけそうさすがに話しかけてないと思う話しかけてはいない、そこまでしてない。やばいな、これはちょっとなんか一人暮らしの女性みたいなすごい愛しそうに見てるよね、なんかえ、何写真撮ってる今日の豆苗みたいな。これはね、何日で伸びるかなっていう記憶を自分の中でつけてる。あ、なるほど。あ、ちょっと。あ、これはですね。ちょっと。おひねでも。もうめっちゃ涙出てきた。髪結んだままの、ああ。ああ、取った。ほどくね。聞いてるかのようだね。読みやすい。さっき休憩してたのにね。ほんまや、さっきの何回出んねん。待って、これはどういう気持ちなの？いや、こんな…なんか暑くて、なんかあんま寝れなかったなみたいな気持ちはある。記憶はある。そんな立ってないで、これ。ベッドから入ってる。いや、暑いなみたいな。こんなに自分が勢いよくバンってやってたのは知らない。真ん中で寝たい。真ん中に大胆に、贅沢に使っとるね。ずっと動いてるな、君。寝る気ない。お、寝た。寝たか。あ、脇丸見え。肩が凝ってるんや。脇丸見え。あ、寝た。寝たね。寝たね、これは。あ、寝て。結構ワンタッチ。ソフトタッチ。なんで指だけ起きとるよ。なになに刻むな。怖い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 。何だったのあれ。怖い。呪われてんじゃん、なんか。こんなんだってゲームですね、ドラクエ、結構一人でペラペラ喋る。かわいそう、かわいそう。お前はこれで泣いてんやろ感情移入しとる。顔めちゃくちゃ退屈そうやけどもうコントローラー離してくれやん、来て語ってんわ。なんで笑ってんのなんでお前笑ってんの。何これ、何があった。なんで拭いてんのという、はい、というわけでどうですか、自分で自分を見返して。いや、まあ恥ずかしいねこれはちょっと多分恥ずかしいな。いや、もうやだ、もうやだ、もうハスキーのも通りた。いやー、なんか一番恥ずかしかったのは、どれだろう、なんかいっぱいあるからな、ちょっと。スマホ。あ、それが多分一番恥ずかしい。自撮りとかしなくてよかった。また豆苗でよかった。そうやな。それやってたらちょっと、一人でこうカシャッカシャッ。違うなーって。豆苗とでもなんか人生楽しそうやな寂しい人やとか言ってたじゃん、なんかというわけで、これがヨメピーの飾らない生態でしたね。動画を見てくれてありがとう。もしこの夫婦ちょっと応援してもいいかなと思ったら、チャンネル登録ポチッとします。もっと応援したくもいいでーという方は高評価、コメントもよろしくお願いします。ツイッターのフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。
次回の動画もお楽しみに。バイバイ。